AC 長野パルセイドのファン、サポーターの皆様、新年明けましておめでとうございます。トップチーム監督の浅野哲也です。昨シーズンもパルセイドのたくさんのご声援、ご支援をいただき、ありがとうございました。目標を達成できず、悔しい結果となりましたが、今シーズンこそは必ず J3 優勝、そして J2 昇格を果たします。J3 リーグは今年で5年目を迎えますが、その節目のシーズンのチャンピオンとして、パルセイドの名前を刻みたいというふうに思います。ぜひ今季も共に戦ってください。皆さんのあの熱い声援は我々の力になりますし、そのパワーを我々と共に相手につけていってほしいと思います。今シーズンもどうぞよろしくお願いいたします。